これ美味しい。よっしゃ、クソブルス行こう。どうもどうぞるです。はい、ということで本日もこちらブロスタゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、みんな大好きブル先生ブルとシェリー、これがねもう本当に今流行っててみんな使ってるんじゃないですか。草シェリー、草ブル、これをね今日は戦術として紹介していきたいなと思います。でシェリーとかブルのね、これシェリー一番初めからいるキャラクターで、あとブルね、こいつら攻撃が似ていて、この弾の根元に来れば来るほどダメージが、たくさん入るんですよね。だから近距離攻撃で例えばエルプリモとかプロレスラーとかが近づいてきたところにガンガンガンと打ったりとか、あと今流行ってる草シェリー、草ブルは草むらの中に隠れていて、相手が近づいた時にいきなり出ていってね、オートエイムで連打して一気に攻撃大ダメージを与えていくと、言った戦術がかなり流行っております。もう本当に、めちゃめちゃ出会う特にバトルロイヤル、ちょっとね、どんな感じかっていうのを見てもらいたいと思うんですけれども、こちらブルたちがねバトルロイヤル強い理由は何個かあるんですけれども、まず一つ目は簡単に木箱が開けることができると、これもオートエイム使ったら誰でも簡単にね木箱に近づいて攻撃連打するだけでもうすぐ、木箱の中身を回収することができるので、まあ、早く、パワーアップしやすい、隙が少ないっていうのと、あとこの草ブル草シェリーの強いところはね、やっぱ相手が、草むらにいるっていうのがわからないところで接近して一気に、攻撃で相手をキルすることができる。これがね、やっぱり強いと思います。さあ、ということで、今日はね、ブルを使ってバトルロイヤルやっていきたいと思うんですけれども、まあ、とにかく、あれですね、お手軽強いっていうのが、すごくポイントなので、まず、とりあえず、何やっていいかわからないとか、まあ、勝ち方がなかなか、確立できないっていう人は、草シェリー、草ブルをね、極めてみるっていうのも一つ、作戦かなと思います。それでは参りましょう、バトルロイヤル。本当にバトルロイヤル行ったら、シェリーとブルの使用率、あと、エルプリモかな。この3キャラがもうほとんど占めるんじゃないっていうぐらい、めちゃめちゃ多いです。さあ、今回真ん中に4つか。でとりあえずブルでも宝箱回収していきますね。ここのスピーディーに回収できるのもブルのいいところ。さあ、下のこのペニーが OKOK、 これいただきましょう。あざす、いただき、いただき。このやっぱ回収が早いとね、いい感じにこう回収してすぐ次の木箱に向かえるので、他の人よりも早くこんな感じでどんどん強くなれるんですよね。このポイントをどれだけゲットできるかがこのバトルロイヤルでは本当に重要になってくるので、さあ今回真ん中奪えたしかなりいい感じ、今んとこ最高ですね。さあ上で草シェリーたちがやり合ってる。さあ魚フレ、魚フレ、あー惜しい。さあここはちょっと一旦距離を置いて草ブルするか。もう6ポイントゲットしてるからあんまり無理して戦わなくてもいい感じするな。あ、やべ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 、囲まれた囲まれた囲まれた、やばいやばい、草がない草がない草がない草ブルしたいけど草がない。あ、上の人うまいな、緑さんうま、レオン使ってるし、レオンも強いですよね。あ、でこれ草ブル仲間っぽいな、今草むらから出てきましたね。さ、レオンがもしかしたら透明化してすぐ近くに来るかもしれないから一旦警戒しつつ、右上にレオンいるでしょ、下にブルがいるはず。あ、いたいたいた、あのレオンさんうまいな、ちょっと近寄りたくない。強い人と戦わないっていうのはすごく大事なことです。いや、これマジ、冗談で言ってるわけじゃなくて、このバトルロイヤルのモードでは、別に1位になるのももちろん大事なんだけど、まあ、一旦2位以内とか3位以内に入ることもめっちゃ重要なんで、まあ、右上にちょっとレオンがいるっていうことを加味しながら、下に下がっていきましょうか。これ、動物買っていくのかな？真ん中のあの、島みたいなところで決戦になったらまた面白いですね。下草ぶる警戒しながら、まあ、今みたいな感じで草にちゃんと弾を打ってあげないと、ブルとかがね、こう、いる可能性多いんですよね。あ、いた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 。ほらほら、今のが草ブル。今のが草ブルです。すげえな、あの炎の黒かっこいいな。さあ、上で多分、緑とブルがやり合ってくれると思うんで、さあ、やった。お、これ近い。これはラッキー。美味しい。美味しい。美味しすぎる。いや、今みたいな戦い方は、あんまり、あれかもしれないよ、褒められた戦い方じゃないかもしれないけど、でもバトルロイヤルだったらこれも一つのね、成功法ですから。もう一回行こう。今のは美味しかった、マジで。さあ、ありがとうございます。まあでも今みたいな感じで自分よりポイントを持ってる人とか、怠慢で多分勝ち合ったら勝てないだろうなっていう人の位置をある程度覚えてこう立ち回っていくこともすげえ重要です。左行って真ん中行くか。さあ、上にエルプリモとはね相性いいです。近距離キャラクターに対して結構このブルはいい感じに立ち回れるので、さあここは逃げて、あー、うまい。
ちゃんと相手合わせてくる、エイムを。ここはちょっと一旦回復しつつ真ん中向かいますか。真ん中意外にねみんな集まってこないんだよな。あー来た来た来た、同じブルが来ましたね。これはオッケーオッケー。さあもらいつつ、あーダメか、一旦下がろう、一旦下がろう。ここワンチャンもう真ん中で呼んで待っててもいいけどな。あの人私把握してますか。あーしてたしてたしてた、やばいやばいやばい。 今ね相手ウルトも溜まってるんで、ここはちょっと警戒して。あーいたいたいた、草ペニーなかなか珍しいですね。さあここはもうちょっと草のものになろう。コルトが多分打ちながら警戒しながらこっち入ってくると思うんで、さあペニー右上、よし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 。まあ最低限のポイントは持ってるからまた草のものになる。おお上下にブロックいたし、あのブロックポイント持ってないからちょっとワンチャンそのまま刈り取りたいですね。さペニー警戒してんな、めっちゃ。そっからじゃあ当てれねえぜ。あ当たった、いてバレた。ブロックはここにいるんだよな。いた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 、あのブロックやっつけたいな。とりあえず草のものになりつつ、いてうまいな。ペニーが右上にいるから、おおラッキーラッキー、飛んで火にいる、おいしいおいしい。ここにブロック、あ痛い、あ痛い、白液が痛い、おいしい。さあバトル、えもう早くない、バトルロイヤル。一回回復して、いやでも近づけねえ、これ近づけない。最悪、あっちの方が攻撃範囲が広いから近づかざるを得ない状況を作って、あー回復持ってんな、いけドーン。あーダメだった、ブルでよくやっちゃうんだよな毒ガスに突っ込んでいく。まあでも今相手も回復も持ってたんで、まあ、正直厳しいですかね。あれどうすればいいんだろう、タイマン、草ブルが使えない時の、あの逃げ方がよくわかんない。もう一回いきましょう。でもブルとかでやってたらバトルロイヤルは比較的、トロフィーは上がりやすそうですよね。さあレッツゴー。草ブル、草シェリー、草プリモっていう響きがいいよね、響きがいいよね、ほんと。さっさと回収して次のところに向かおう。あー下のブルももう、あーなんか動かない。たまにさ手汗かきすぎてあのコントローラーが反応しないときない、私よくあります。同じブル仲間っていうかブルライバル、これはちょっとガンガンいただきたいな。おいしい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 、すげえおいしい。もう5をゲットしたから正直真ん中で構えて待っとくのもありだな。もうおそらく周りのやつは全部回収したと思うんで、みんなさあ、あの人はウルトを貯めてるんで、いや、やり合ってくれやり合ってくれ。さあシェリーがやられて、さあやり合ってる、みんなやり合ってる。ここでもここに来る人がさ、ここの草むら警戒しないわけないよな。逆にでもここにいるって思わないかな。さあみんなガンガンやり合ってるな。オッケーオッケー、真ん中に逃げ込んだ敵を、あやり合ってるやり合ってるなんかすごい性格の悪い人みたいになってるけど大丈夫かな。これ美味しい、よっしゃ草ブル成功、草ブルが成功しました。今ので場所バレちゃったかな。今みたいな感じで打ち合ってるのをさ、もういきなり草から出てきて狩るのとかも本当に気持ちよさの極み。でもしかもこれは何がいいかって、あのオートエイムでいいんですよね。エイムを自分から合わせなくても、さあこれはいただいて、ラッキーラッキー。あー痛い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 、挟まれた、2人に挟まれた、痛い、挟まれた、やめてあやられた今結構勝ち確かなって思ったんだけど、ちょっと挟まれたらきついですね。あだから真ん中にいると今みたいな感じで挟まれちゃうから、またそれもそれでデメリットもありますね。ということで、じゃあ本日は、草ブル、草シェリー、そして草ダリル、 あとは草プリモかな、ここら辺の、ま、草に入って、相手が近づいてきたところを、ま、狙うという戦術をね紹介していったわけなんですけれども、ま、これも一つの、戦術だと思います。あんまりね好かれる戦術じゃないと思うんですけれども、ま、みんな結構、やってる人も多いですし、ま、実際に、やられると結構やられる
そのだから逆にあの草ぶるとか草シェリーを警戒してちゃんと草の、草に対してね草に入る前に、しっかり攻撃を当てて牽制していくとか、まあ、そういったテクニックも必要になってくるのかなといったところで、今日は初心者向けの、草ぶる草シェリーの、動画でございました。またね、初心者向け動画だったりだとか、まあ、おすすめ戦術だったりだとかあと、3対3の時のおすすめ編成とかね、まあ、そういったところもいろいろ掘り下げて動画もいろいろ撮っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん気になることとか、あとは何だろうなおすすめの戦術とか、こういうことを最近流行ってますよみたいなのあればね、ぜひコメントで教えていただけると幸いでございます。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。